と、はい、お肉食べました。お、え、肉は何味ですか？塩つけて食べました、うん、なんか焼き肉風みたいな感じ。あ、なるほどなるほど。じゃあ牛肉のソテーみたいな感じなんですね。そうですね。サラダは普通にスーパーで買ってきたサラダにドレッシング買って食べました。なんか今お気に入りのドレッシングとかあります？基本的にはごま味が好きなんですけど、お、はいはい、最近あのサウザンドレッシングを買って、はい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 、最近ちょっとサウザンドレッシングに。ダウトは誰だ、感謝のお手紙賞。桃子行こうか。私の真似ですか？ファンの方、です、うん、こうやってマヨバカに出演できていることも皆さんの応援があってこそです、うん、この状況当たり前じゃねえからな。サラダ2つとハンバーグです。サラダ2つ最近あのレタスがめっちゃ高かったんです。あ、高かったですね。やっと値下がりしてくれて、はい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 、最近めっちゃ野菜を食べて、レタスサラダとトマトサラダと、はい、あとまあピーマンを焼いたやつと、はいはい、ハンバーグ。え、何のハンバーグ？なんか冷凍でチンして食べるやつなんですけど、はい、業務用でめっちゃ美味しいやつがあって、はいはい、でちょっと時間ない時はそれにしようみたいな感じで10個入りのパックを買ったので。電子レンジ？はい、あ、そうです、電子レンジ、はい、そうなんですね。そう、なんかお土産、名古屋っていう、名古屋のお土産、はい、とはプロテインバーみたいな。感激の前に食べたいけど、あのがっつり食べちゃったら眠くなるかなと思って、なるほどなるほど、ちょっと、はい、つまもうかなと思ったら、結構2時間ぐらいその日があったので、あ、もう寝らないかってなって、もう帰りすぐ寝ちゃったので、なるほど、まあ、ちゃんとしたものじゃなかった。晩ご飯は昨日お昼にお友達と鍋をして、はい、ちょっとお腹いっぱいで、はい、最後の雑炊が食べれなかったのを、はい、持って帰って雑炊を食べました、はい、おー、なるほど、はい、鶏の出汁がたっぷりでお腹に優しかったです。結構お酒も飲める口なんですか？そうですね、もうお酒も大好きなんでちょっと困ってます。でも鍋にお酒って合いますもんね。合いますね、もう本当にビールでも焼酎でもワインでも何でも合うんで、何でもいける口なんですね。止まらなくなっちゃいます。私今パーソナルトレーニング受けてて、お昼にご飯を食べ過ぎてご飯を食べるなと言われたので、サラダとスープとスムージーを飲みました。なんかスープは温かいから結構基本的に飲むようにしてて、はいはい、サラダは、まあ、栄養だから栄養だから、はいはい、食べて、でちょっとあのなんていうの、ご飯食べた後って甘いものが食べたくなるんですよ。はい、わかります。だからスムージーでちょっと甘さ対策しました。はい、いつも応援してくださるファンの方に向けたお手紙です。トゥレイ日々頑張れています。私はまだまだ駆け出しですし、あの私たち東京フーディーズはですね、あの渋谷西武8階の平野食堂さんというところでもお手伝いさせてもらっているんですけど、はい、プロデューサーの方と、はい、あとメンバー3人一緒にインド中華をいただいてきました。わからないですよね、絶対初めて聞いた方が多いと思うんですけど、例えば、まあ、中華料理をインド風にしたって思うと分かりやすいんですけど、チャーハンって言われるものが、はいはい、インド中華だとフライドライスになりまして、はいはいはい、その中に鴨とかチリでちょっと香りをつけたりだとか、はいはい、スパイスを入れたりとかするものが一番代表的で分かりやすいかなと。あとはビリヤニ、スリランカ料理の、はい、そうふわっとしたお米になってるんですね。はいはいはい、バンブー、竹の容器にこうパカッて開くやつなんですけど、あの中に敷き詰められてるビリヤニで、中にマトンが一緒に入ってて、それ以外にも実はチキンロリポップっていう、まあ、簡単に言えばフライドチキン、はいはい、カモチリっていう鴨のお肉を、揚げて、はい、チリソースで和えたもの、はいはい、お野菜も入ってるんですけ
ど、とかあと他にもいくつかみんなで注文してシェアして食べてました。なるほど。はい。あ、店頭にクッキーを素直っていう店頭質クッキー食べました。え、晩ご飯。そう。昨日はネイル行って、ネイルに行ってたんですけど、なんかカフェラテ飲んじゃって、はい、スタバの、はい、したらなんかお腹いっぱいになっちゃって、はい、でも変な時間にお腹空いちゃったので、はい、素直なクッキー食べました。結構お昼はガッツリ食べたんですか？お昼もスタバでちゃちゃっと過ごせて、一時二回飲みました。両親に向けたお手紙です。ママとパパの娘に生まれて来られて本当に良かったっていつも思ってます。なんで噛んだあそこ大事なとこ。なんか噛んだ。文章力のなさよあなたたちの。なかなか裏切られます。本当に裏切られた場合です。平原さんのお手紙ある。平原さん、今最後に締めにしてください。はい、はい、では参ります。はい、信じてるからね。はい、ちゃんと思いを込めて。思いを込めてよ。はい、スターバックスの店員のお兄さんです。ふざけんなよお前マジで。気遣いに感動していました。行ったことないやろスターバックスだって。あります。宇宙から来た関西人ですよ。だって迷っちゅう、うるさいよ。だって未来のスターを発掘せよ。神話クリニックプレゼンツ第3回食毛グランプリ。どうも、はいはいです。どうもね、笑ってねえよ。とね、偶然高校の時の同級生とバッドだったわ。俺じゃない？お前だ。なんすかそれ。やっぱ俺北斗の拳大好きなのよ。いい大人が何あれやってくれよ。ここはトゥーザネーズ。出たな、ケンシロウ。あ、ケンシロウだ。マヨチュウ。ポルテモンシロウ。ハラミ。おニラまんじゅうとサラダと、はい、宅配です。宅配で家に来るあのシステムの、はい、あるんですけど、なんかそれでなんかハラミの、はい、なんかこのぐらいのカットされたのが、はい、いっぱい入ってて、もう味ついてるんですね。そうなんです。もう味ついてて、なんかフライパンにパッて入れて、はいはい、シャーってやるだけです。私やってないもんでしょ。まさにやったかのような話ぶりでしたけど。はい。ニラまんじゅうは、あ、もうそれもなんかこう宅配できてるやつで、はい、なんかもうできてるやつを焼いて、もうほんともちもちで美味しいです。お世話になっているみひろさんと原口さんです。ちょっとハンカチ準備した。私が番組を続けてこれたのも原口さん、みひろさんのおかげです。俺を見る目が、米安はいつもこうだから。迷い中。